変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。小現象の研究なんて、ウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがある。ウェザリアに興味が？探検家として興味ないわけがなかろうよ。今の力を試すにはうってつけだな。気をつけろ、ルフィ。あ、よし、行くか。竜巻！さてと、ゴムゴムのが強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。施設煙星。覚悟しなさい。行くわよ、サイクロン電波。運はいい方でな。きっちり肩をつけるとするか。鬼、まだまだ行くぞ。シャツ煙星。どうすっかな。行くわよ、サイクロンテンポ。声お嬢。そう、よっしゃ、ここまで。クソジジイの俺。すごい、こクリマタクトとは。そこから雷。しかしよ、そうね。じゃあさ、あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそこ、これどうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。しっしっし、暴れるぞ。待て、俺はまだ心の準備が。あいつは普通じゃない。私も
遠くから手伝うわ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。めちゃめちゃ効いたぞ。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば。ゴムゴムのビットレック。
ソップ様の出番だ。いくわよ、サイクロンケンポン。航海士の予報は聞くも修行のせ。電気が通ってるやな。この程度なら俺に任せろ。覚悟しろ。さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。この先もしっかり確認するわよ。何かいいもん。これは石板ね。それにこの文字は。何が書かれてる。もっといろいろ知ら。
レリーには指一本触れさせぬ。来いよ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。鬼力叩き込んでやるか。俺に任せろ。バースコート。キャプテンウソップの一撃、覚悟しろ。施設煙星。あいつらは俺が片付ける。バースコート。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。俺の奥でなんか光ってんな。たちの邪魔すんじゃねえ。この電気を止め、床に通電させる装置があったくらいだし、よし、じゃあ近く
ムゴムのガトリング。鬼マナーの悪い野郎だ。俺が行って今行く。ムートンショット。ま、俺が あったぞ、装置だ。便利な体だな。よっ、この程度なら俺に任せろ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのお前たちの相手は俺だ。待ってろ、バースコート。常識では測れねえ力、不可能を可能にする力、全てを吹き飛ばすそのハリケーンの名は来い。
リーには指一本触れさせぬ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。てめえら覚悟はできてんだろうな。待ってろ、バースコート。そっち来い。鬼お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。もっと強くなるぞ。俺修行の成果が出てきたな。マリモの奴には負けぬ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。やったー。俺の体はさらに力が戻ってくるのが分かる。この程度なら俺に任せろ。やるか。ゴムゴムのガトリング。肩慣らしていくか。竜巻。命まで。もう。
穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おー、ようやく出れたぞ。暴れるぞ。やる気。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。よし、やるか。バースコート。修行にはちょうどいいな。そっちか。これ以上はやめとけ。ヒッヒッヒ。俺たちみんな。出来上がる。めんどくさいことになりそうだな。切り替えのありそうな相手だ。竜巻。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。よし、下も見てみようぜ。
いつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついた。そうか、じゃあこいつを黙らっ。あの巨像、雷なら効かねえ。よし、じゃあウソップ、あんたも戦うの。ゴムゴムのガトリング。これは諦めが悪いんだ。俺に任せろ、バースコート。相手が強そうだからって逃げ出す。シャツ煙星。竜巻。ちょっとは本気出さねえとな。効かねえな。ムートンショット。雷なら効か。あん。もっと強く効く。大丈夫か、長花くんよ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなもの。もっとも生きてるものは掴めねえかな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうしたアディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でも、あの光が灯ってから、あるいは
あいつ何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚め、厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。